巨人の若林昭弘内野手30と日本ハム高利拓也捕手25の1対1のトレードが11日、両球団で合意に達した。選手データ、若林昭弘の通算成績、年俸は、若林は内外野どこでも守れるスイッチヒッター。軍は本職の捕手だけでなく1塁、2塁、3塁に加えて俊足を生かして外野も守れる超ユーティリティだ。経験豊富な野手を求める日本ハムと、支配下の捕手が大城卓、岸田、小林、山瀬、北と5人で、有事には捕手もできる万能野手に注目した巨人の思惑が一致した。昨年10月の阿部慎之助監督就任後、ソフトバンクと1対2のトレードでウォーカーを放出して先発候補の高橋嶺、リリーフの泉を獲得。オリックスからは金銭トレードでリリーフの近藤を獲得していて、新監督となって3件目のトレード。積極的な補強で4年ぶりリーグ優勝、12年ぶり日本一奪回へ戦力整備を進めている。若林昭弘、1993年8月26日、東京、中野区生まれ。30歳、元大洋外野手の父、健一さんの影響で小1から野球を始める。中学時代は目黒西シニア所属。桐蔭学園高では楽天、茂木と同期。法大を経て JX エネオス、現エネオスに進み、17年ドラフト6位で巨人入団。一軍通算成績は330試合出場で打率2割2分9厘、12本塁打、59打点。180センチ、82キロ。右投げ両打ち、高利拓也、1998年4月25日、東京都生まれ。25歳、小1から野球を始め、中学時代は武蔵府中シニア所属。帝京高では2年春からレギュラー。50メートル6秒0の快速で、高参加の東東京大会3回戦では左前安打で出塁後、2盗、3盗、本盗のサイクル盗塁を達成。16年ドラフト7位で日本ハム入団。一軍通算成績は78試合出場で打率1割6分6厘、2本塁打、10打点。179センチ、88キロ。右投右打。